はい、今日はコレステロールについて解説をしていきます。善玉とか悪玉とかよく言われますけれども、悪玉コレステロールというのは LDL コレステロールのことです。善玉は HDL コレステロールですね。肝臓で作られたコレステロールを全身へ運ぶ役割をしているのが、悪玉と言われる方ですね。でこれは増えすぎると動脈硬化を起こして心筋梗塞や脳梗塞を起こさせます。人間の体の中にある油の一つですね。コレステロールの正体は油なんですけれども、このままでは血液の中に溶け込めません。ですから血液中を流れるためにちょっと姿を形を変えます。それはリポタンパクという粒子の中に含まれた形で流れていきます。でリポタンパクというのはアポタンパクというタンパク質とリン脂質という油ですね。それで覆われています。その中にコレステロールが含まれるという形ですね。でこのリポタンパクというのは種類がいくつかあります。そのうちの一つが悪玉コレステロールであったり善玉コレステロールであったりします。そして血液中のこの悪玉、いわゆるLDL コレステロールですね、これがこの数値が通常の範囲であれば問題はないんですけれども、増えすぎていくと血管の壁に溜まってしまって、さらにこれが酸化、つまり錆びてしまうと過酸化脂質という物質になります。この過酸化脂質が蓄積をしていくと血管が細くなって、そして血栓、血の塊ですね、これができて動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や狭心症、脳梗塞などの動脈硬化性の病気を引き起こします。動脈硬化は血管の壁が厚くなって、血管の内側が狭くなってしまった状態を言いますけれども、これは血管の壁の中にコレステロールが溜まってしまうということが一つの原因です。血液の中に、悪玉コレステロールが増えると、それが血管の壁に入り込んでしまう。そしてコブのような動脈硬化ができます。一方善玉、いわゆる HDL コレステロールですね、これは、動脈硬化を防ぐ働きがあります。どうしてかというと、HDL は全身をめぐって余分なコレステロールを回収してきてくれるからです。善玉コレステロールは増やして、悪玉コレステロールは減らしましょうねと言われるのはこのためです。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。